以前、有馬記念の動画でもあげましたが、まあ、こう同時期におけるタイム、2つのレースのですねタイムを比較するなんかっていう作業をする際に、まあ、自分でですねタイムをグラフ化して比較するっていうところまでを Python、そして Jupyter ノートブック上でやる方法を紹介したいと思います。まあ、基本的には Python 初心者の方で えー、自分で競馬データあるいは他のデータを、まあ、触っていろいろとデータを見てみたいなっていう本当に初心者向けの動画となっています、まあ、その取っかかりとして、まあ、競馬が好きな方だったら入りやすいかなと思っています、まあ、実際僕自身そこまでめちゃめちゃ詳しいってわけではないのでこの Python 自体に、まあ、いろんな情報をですね、えー、吸収しながらやっているんですけど、まあ、まずは今回ですね、まあ、ひとまずは有馬記念のタイムを タイムをグラフ化するっていうところをまあ一旦目標にしたいんですが、まあ、同時にターコイズステークスのタイムも使うのでまずはですねまずやることはですね、まあ、細かいところからいきますとえー、っとパンダスというものを取り、まあ、とにかくまあこれをやらないことにはいろんな操作ができないので、まあ、別に意味はそんなに考えずにこういったものがライブラリーがあるんだなと思って入れてください、まあ、そしてアリマ記念はアリマ 今回データはですね、競馬ターゲットの方から取り出しまして、過去約5年分、それぞれ4年と5年分のデータ,をタイムデータを取っているので、各自ですね、データなんかは用意していただいていいかなと思います。今回は有馬記念のタイム .csv という形で入れています。 まあ、そしてターコイズステークス。まあ、ちょっとややこし,ややこしいの TK にしましょうか。TK。えーまあ、このような形で、えー、ターコイズのタイムと。まあ、一応これで、えー、取り込みしますね。でまあ、内容をチェックしたいときは、まあ、こういった形で、アリマとか、 えこんな感じででですすね TK ここれで見てみますと、まあこのように年数少ないですけどだいたい過去、だいたいというか有馬記念が5年分、ターコイズステークスが6年分のデータを、まあ、タイム含めてカチウマなんかが入っているデータが取れています。まあ、念のためですね、ドットインフォというボタンを押せば各、あのー、列のデータのデータの 型とかが分かったりあと,よあとは欠損値があるかとか、まあ、つまり抜けですね抜けている部分があるのかっていうことがチェックできるので一応見ておきましょう、まあ、そうするとこのような形で出てきますね、えー、まあ今回はですね、えー、ターコイズステークスが6年分取っていて、まあ、もちろん有馬記念がまだ今年終わっていないということで、まあ、5つ分のデータになっていると、まあ、それぞれ抜け落ちがないですねで、まあ、次にですね えーまあ、この2つのデータをまずつなげる必要があると思うんですね。これをつなげてあげて1つのデータに直したいと思います。まあ、各年度で揃えたいと思うので、えーまあ、そのためにはですね、えー、まず大きな目標としては2つのデータを結合したいわけなんですけどそのためにはまずは、えー、ある特定の値を基準に、えー くっつけるという時にまあ、マージというものがありますが。えーこん、今回はですね。粘土でマージしたいんですが。なので、まず粘土の列を作ります。粘土っていうかまあ、年々ですね。年今回は日付の状態で入ってしまっているので、まあ、それだとうーんと有馬記念とターコイズは日付が違うのでくっつけられないのでえー、粘土だけを取り出します。 そうするとですね、先ほどの有馬というデータの中から、年の列を取り出しまして、新しく作るんですが、そこから、それはですね、有馬記念の日付データですね。こちらの文字列、文字列として出力して、4番目までを取ればいいわけなんですね。一応こちらちょっと見ておきますか。 えちょっとこちら取り出しまして、これを打ってみますと、このようにですね、有馬記念の日付から先頭の4文字が取り出されるということで、各年が取れているということが分かると思うので、これを年度ということで代入してあげますま。同様のことをですね、タコイズにおいてもやるだけでいいと。ここをタコイツですね、TK しましたね。TK。 はいまあ、これで新しく粘土の列が作れます。えー、一応ですね、えー、こっちデータの内容もチェックしておきたいと思います。すると、まあ、このような形でしっかりとここに粘ができていますよね。で、次に、えー、まあ非常に、えー、よく使う Python の操作においてですね、非常によく使う、えー、メソッドとしてですね、マージというものがあります。こちらのマージというのは、まあ、2つの、うんまあ、データフレームをくつなぎ合わせることができます。えーまあ、こういった形で p d m e r g e と打てば、うん、中にファンクション、うん、どのような変数を入れるかっていうのが書いてあるので、つまり left,、right、レフ i ライト、左と右側にくっつけたいものを入れ、書くと。そして、えー、ここは how っていうのは、 内部結合外部結結合合外、まあ、細かいところは Python のドキュメントを見ていただくといいんですがで、まあ、重要なオンとかですねここはキーワードですね何に基づいて2つのデータをくっつけるかっていうところですなので、まあ、今回は、えー、先ほどのアリマというデータとタ、えーコイズのデータをくっつけたいんですがこのままだと良くないのでここでオンイコールデンってやってあげると 年度,の列年度の列に従ってくっつきます。で、まあ、今ちょっと有馬記念のデータの方が1年分少ないということになっているので、えー、ターコイズのデータは落としたくないので、えー、結合の仕方として、えー、右側に TK を入れ,ていると入れているのでここですね、えー、ターコイズ基準でくっつけたいのでハウイコールライトにします。そうすると、えー、右側は固定にして、えー、くっつけ合わせることができます。まあ、なででこれで表 やってみますとね、まあ、こんな感じで、えー、しっかり有馬記念の2020年度の部分は抜けていますがちゃんとターコイズの2020年の部分は残っていますで、えー、ここの年,年度に従ってそれぞれのデータがまあ横でつながってくれました、まあ、こうするとあと,あとデータの扱いとしては非常にやりやすいですねでまああとはですねもう一つの課題これでまず、うん、データの結合はできましたよね、えー、結合ですね 2つのデータを、二つのデータの結合する、することが達成できました。えーまあ次まあ、こ,れこちらをまあデータフレームの DF ということで名前をつけておくこととします。まあ、こんな感じですね。えー、まあ次にですね、えー、まあ今度はです、ね、タイムの部分が問題ですよね。 タイムが問題でありましてというのも、まあ、もちろんそのデータの取得先にもよると思いますが、えー、こういったですね j r a 版のタイム表記なんかだと2分33秒02.33.0という形で表記されてしまうので、まあ、これはまあ文字列として認識されていましてこのままだと、うん、タイムをグラフ化するってことが難しいと。 もう一度見ておきますと、一着タイム、ここですね、ノンヌルオブジェクトと書いてあります。つまり、オブジェクトというのは、まあ、この場合、文字列のことですね。つまり、数値としては扱われていません。そして、まあ、このままだと、グラフに書くことができないということで、えー、まあタイムに、まあ、秒数に変換したいと思いますね。えー、まあ、秒で変換することで、代償比較が可能になると思うので、えー、まあ、新たにですね、えー タイムの秒数ということで、まあ、秒というものを加えて今ちょっと20同じ列名が増えたということで x と y という形で分かれていて x というのが有馬記念の方を指していますでしたがってです、ね、この新しく作る秒数データというのはこの1着タイムのデータが基準になってきますねでこちらを指定して えーまあ、ここでですね、アプライメソッド、あまずは、えー、有馬記念のところが抜けちゃっているので、えー、5行目までに限定しまして、ここでアプライメソッドを使います。このアプライっていうのは、各列にうん、各行に対してですね、任、え、意、ー、の計算が与えられるんですねで。ここでラムダ。ラムダっていうのは、このまあ X に、ここに X って置くんですけど、まあ、これで繰り返し、このケース自分の計算をやってくれると。 2分の2の部分を 60, 秒60倍して、えー、33秒だったらそのまま、えー、コンマ1秒については、えー、0.1倍するという形で、まあ、秒数変換してみたいと思います、えーまあ、数値に変換しないといけないのでイントと打ちまして、えー、今回の場合だと各,あ各要素の値のまず1番目0に当たるところが2に当たるので えー、こちらに対して、えー、60倍すると、えー。それに足し算をしないといけないですね。秒数を足し合わせるので、ねえー。そしてこのような感じで次は秒数部分を取得するんですが、まあ、コンマの部分は除かないといけないので、えー、2から4のところ、まあ、つまり、まあ、3番目4番目を取ればいいということですねで。ここは秒数表記なので、えー、このままで OK だと。 まあ、次に、えー、コンマ1秒のところですね、えー、これが最後の5番目というところに当たるので,でこれで、えー、0.1倍してありますね、まあ、これでですね、えー、基本的には秒数が取れるということになります、まあ、同様の操作を、うん、Y についても行えばいいのでこちらを見ていただきますと、えー、この2分33秒というのは153秒というふうに変換されています 今ここまで来れば、あとはグラフ化するだけなんですが、このグラフは結構ですね、ややこしい部分がたくさんあるので、詳細はまたさまざまな方のブログだったりに譲りたいと思うんですが、一応一通り、まずはですね、有馬記念のタイムをグラフ化したいですよね。 とにかくまあ1つできれば2つもできるということで、まずは有馬記念のタイムをグラフ化するというところに行きたいと思います。えーまあえー、こちらはちょっとコピペも使いたいと思うんです。こちらでも事前にやってあるものがあるんですが、こういったちょっと絶対いつも書くような部分はコピーしたいと思います。えー、まあまあこちらですね。まあ、これはまあ 自動的に入れていただくとして、今回はフィギュアを指定して、アックス1というものを指定します。この辺の基礎知識は今回は紹介しません。であとは必要な部分だけとりあえず取り出すということで、タイムという新しいデータフレームを作り、まあ、データフレームというかまあ作りまして、先ほどのデータから年度とタイムだけを取得することとします。こういった場合はこの二重括弧で、 えー、年度は一つでいいですよね。で、タイムが、えー、一着タイム、こちら、秒数のタイムですね。こちらを2つ取ればいいと。まあとで2つとも使うことになるので、えー、ここに2つとも取っておきます。が Y ですね。えーまあ、一応、まあ、一応チェックしておきますと、うんとこのような形ですね。各、まあ、各年度とう 年度におけるる勝利タイムが出ていると次にですね、えーまあ、先にラベルの方も用意しておきたいと思います。ラベル、つまり X 軸のラベルですね。こちらも先ほど作った方からちょっと借りてきますと書くのめんどくさいんですが、だいたいこういうコードっていうのは皆さんの真似してコピペするっ、まあ、でいいと思うんですけど、まあ、たまには自分で書かないと、うん、力つかないと思うんで、まあ、このような形で X ティックラベルスということで、 各ラベルに粘を指定しますでまずは有馬記念のタイムをグラフ化しますまずはですねこのアックス1というもので実際にフィギュアという中にグラフを描画する描くことができます今回は折れ線グラフでいいと思うのでプロットを指定して まあ中身ですね。X については、うんと今回は年,年度ですね。そしてまあ Y については、タイム当然、タイムですね。えー、こちらを取ります。えー、有馬記念は X で取っています。えー、まあ細かい部分を指定しておきますと、マーカーですね。えー、各 ポイントについてちょっと丸で強調したいという時はこのような形でマーカー指定しますそして後で使うのでラベルが有馬記念と一応これだけでですねひとまずは有馬記念のタイムがこのようにグラフ化して四角スカすることができました例えばですね勝ち馬を乗せたい時ありますねじゃあここの年度じゃあ誰が勝ったんだみたいなことまで表記したいとした場合、えー 立ち馬を上に載せるとあこういった場合まあテキストを載せる場合はですね .text="ax.text" で、まあ、簡単にいけるんですけど、まあ、今回の場合は複数を書かないといけないので他ここは4文でループしていくことになります、えー、今回はまあ,あのサンプルが、えー、5つなので5つまで指定します、えーこれで 5つのテキストが同時に書けます、まあ、このあたりの基本についてちょっと理解が欲しい方はそちらまた別のところを探してみてください。で、今回はちょっとややこしいですけどうん各年度に対応した行まず行ですね行をこちらで指定して1行目が2015年に当たるわけなんですが、えーまあ、そこの年のですね、えー Y 軸のどこに載せるか、まあ、タイムの少し上に載せたいと思っているので、えー、まあ今回のデータでここでロックで指定してあげて、えー、まず、I、はい、行目の、えー、タイムの値を出してあげるとこちらはこれを借りてきまして、まあ、これでその行における、えー、タイム、 タイムですねの部分が指定できるので、まあ、ちょっとそこだと上に重なっちゃうとあれなんで、えー、プラス0.2とかってしてあげますとこれで y 座標を今指定してるわけなんですね、まあ、つまりこれ x 座標と y 座標を入力しました、まあ、次にそこに何を入力するかっていうことなんですが、まあ、場名を入力したいので、えーまあ、同様の作業で、えー、各愛行目について、えー、勝ち馬の名前ですね えこの場合だと、うんとこのような形で一着入線場、場名ということで、ここに入れます。まあ、これでまあ、OK なんですが、えー、まあまあ、細かい部分なんかはこちらで設定して、えー、センター。で、まあこ、あとはフォントサイズですかね。フォントサイズがまあ15ぐらいにしておきますか。えー、まあま、これでやってみますと、あ、ちょっとやらがりましたね。えー そうするとこのような形で各年度の勝ち馬が今さっき指定した部分に名前が表記されています。こちら X 座標こちらが Y 座標ということでねここを例えばじゃあ何も書かなかったらちょうど Y 座標の真上に ここのようにに表記されることになります、えー、まあ2つのレースを比較するといったような作業もここから追加でやっていきますと、まあ、先ほど一緒にえ取得したデータのターコイズステークスですね、まあ、つまり今年の有馬記念が時計がかかるのかとかそういったことの目安としてターコイズステークスが割と使いやすいのでえ持ってきているわけなんですがターコイズステークスもまあこの上からグラフ化してあげることにします、まあ、なのでやることは基本的には同じなんですね まあだけどこうやって2つの、例えば Y 軸も変えたいので、タイムが違うからですね。えー、もう1個のアックスというのを、えー、取得するんですが、こちらを先ほどのアックスはあのまあ双子だと思っていただきまして、ツイン。こちらでえ連携することになります。えー、まあ,あとはほとんど一緒ですね、やることとしては。うんと先ほどのこちらのデータをまあ借りてきまして、 ターコイズステークス版に変えてあげればいいかなという感じです。えー、タイムが Y の方でしたも、ね、で、ね、まあ。あとはですね、えー、Y 軸、これつまりタイムがそれぞれ異なるので、1つの Y 軸で、えー、統一してしまうと、うん、上下幅がすごくずれてしまうので、左側に有馬記念のタイム、右側にターコイズステークスのタイムということで、えー、分けてあげたいので、まあ、こちらもちょっと先ほどのコピー使いますと、 うんとこのような形でですね軸を2つ作るっていうことができます、えー、今回ちょっとこちらをコピペしてですねえっ、ー、と y 軸を2つ作るとで今回は、えー、最大値と最小値これ指定できるんですけどまあそれぞれのタイムの最大値プラス1最小値マイナス1ということできれいに収まる形にしています。 まあ,あとはまあおまけですけど、ラベルですね。各レース、それぞれのグラフがどのレースを表しているのかみたいなところも、一括でこちらのえハンドラーというのとラベルというのをこちらに渡してあげれば、一括で表記することができるので、こんな感じで使えます。あとはまあちょっとパラメータのうーんフォントサイズだったりも指定しておきますと。 はいまあ、これで大体今回の動画で目標としていた部分については得られたんじゃないかなと思いますがこの赤線がターコイズステークス青線が有馬記念ということで、まあ、2つの年におけるタイムの推移というのが比較することができるんですが、まあ、結構この相関関係にあるっていうことが分かると思うんですね。里の台2016年年でで落ちて2017年で上がって で2017年8年で下がって下がってということで、まあ、割とその1600ってそんなにペース幅が出ない距離でもありますから、まあ、そういった意味でこのペース運動というよりかはバ場状態そのものを示している目安としてターコイズステックスは使えると思うので、まあ、有馬記念もそれに伴って、えー、ある程度タイムも相関してくるっていうことがあるので、まあ、そう考えますとこの2020年の値が グインと出ていることからもですね、あの今年も今年はタイムが遅くなるっていうことが、えー、予測できるんじゃないかなと思いますね。まあ、こんな感じでですね、とっかかりとして Python って結構、うん、そのハードルが高いように思える。特に全くプログラミング言語に馴染みがない方からしたら全く、うん、ハードルが高いように思いますけど、自分が好きな競馬みたいなところのとっかかりから始めると。 まあ、ものすごい身近なものとして取り組めますし、より競馬を楽しむための道具、ツールが一つ増えると思いますし、まあ、うまくいけばそれ,をそれをきっかけにですね、仕事の幅だったり、自分のやれることが非常に増えるというのは、まあ、ものすごく楽しいことだと思います。まずはこのコロナの時代ですね、さまざまなデータに振り回されて、えー、こう事実ではない、えー、文言が。 えー、ありふれている時代ですけど、まあ、こういったですねデータ処理のしやすいツールを持っておくと、まあ、自分でですね、えー、ファクト事実に基づいて自分で物事を判断するうスキルにもなると思うので、まあ、いろんな意味で重要なスキルかなと思うので紹介していいますではは今回は動画を終わりたいと思います。